潮田、茨城県出身の高卒ピッチャー、ホークスから自由契約できた。キレのいいスライダーとフォークを投げる右腕、先発中継ぎとして初年度から17敗するというファルコンズの熱い洗礼を受けた。強くなってくれ。グラディ、アメリカ出身の高卒ファースト、後に外野にコンバート、ホークスから自由契約できた。チャンスへの強さが異常。打撃だけではなく守備も変にうまい。久しぶりの外国人選手のため球団側もどう対応していいか分からずあたふたしている。杉、山梨県出身の大卒ピッチャー、低めへの制球がうまく優等生のような能力、普通にいいピッチャー、全日本大会で準優勝したりと輝かしい経歴を持ち、これでファルコンズが優勝でもすると本当のエリートになる。今年いいねっていうのがついに現実のものとなってきました。いや、いいですね。じゃあ調子見てちょうど上げたり下げたりするか。そうね、でも全員調子いいね。所さん下げれるぐらいか、やることとしても。そうね、五十嵐ちょっと上げてもいいぐらいだもんね。守備の名人だからね。こういう守備の名人が一人いるとありがたいよね。秀則みたいなね。まあちょっと秀則ほど頼りになるかと言われるとそうでもないかもしれないけど。あとは中松も打ってるね。結構割とでもみんな調子いいから変えなくてもいいとこあるんだよね。グラディも日本球界に対応し始めたし。ピッチャーはどうだよ。まあ野崎ぐらいか。杉ちゃんが打たれてるね。中継ぎが大室一回下げてもいいかなとはちょっと思うけど、抑えがしっかりしてないからかな。なんかトレードで抑えくんねえかな。条件指定なし、決め球がある中堅でもいいや。若手抑えくんねえかな。ヘクト抑えれるかな。不安だね。抑えピッチャー欲しいな。こいつ抑えれますってみたいな人いないかな。神尾、森谷くれるかな。でもちょっと抑えとしては不安だな。安定感がなさそうな気がする。あとはこの辺くんねえかな。くんねえか。ヘクト、でも外人にちょっとトレードっていうのがリアリティがないからな、あんまりやりたくないな。そうね、この阿久津ってピッチャーが阿久根か、すごいけどね。坂倉、藤原はさすがにくんねえか。11番与えるようなピッチャーだからな。一回でもこれ手出してみてもいいかな。一回ちょっと手出してみる。誰か送ったらくれるかもしんねえ。役場ぐらいでくれるかもしんねえ。役場と板谷、この中堅二人組でどうにかくんねえかな。日程的にはジャイアンツ戦か。じゃあここまでいくか。これ通ったら面白いけどな。さあ、意外と戦えてます。現状は意外と戦えてます。ヤクルトからのトレード依頼が来たので見てみましょう。どうだ。いやー、ちょっとこれどうだ。小木曽期待の逸材か。悪かないね、正直。悪かないけど、キャッチャーくれっつってんの。やれるのでも、久中ぐらいなんだよね。サナガだったらあげてもいいかなと思うな。細見さんちょっとキャッチャー B をちょっと受け継がせたいから、いろんな人に。サナガだったらあげてもいいけどさ、割と悪くはないんだよね、能力値だけ見ると。でも未来考えるとサナガあげてもいいのかな。これちょっとトレード行こう。これは行っていいと思う。これはいいトレードだと思う。これはいいトレードな気がする。よし、小木曽が来た。小木曽向こう山、とりあえず向こう山だけにしよっか。いいトレードな気がするな、これは。
久永でもちょっと今はもう落ち目のキャッチャーでちょっと居場所もないからやっぱ打撃で、おお取れる成功した、全部の取れるが成功した、来た来た来た、だいぶあの30代のもう伸び盛りではないピッチャーを2人放出することによってちょっと抑え不安だけども素材系のやつが来た気がする。モニタニ、いやこれでも全然さ、これコントロール数上げれば使えるんじゃないの、これこれいいトレードなんじゃない、2つとも今年結構いいトレード成功してるよ、いいトレード成功したね、あこれいいんじゃない、なかなかいいトレードとしてはなかなかいいトレード成功してる気がするな、2つ。ちょっと投手どうだよ、ちょっと渡辺さん怖いんだよな、ちょっと不安だけど森田に行ってみるか、あと誰がいるかな、今西か、そう今西がいるんだ、ちょっと一回大室下げてもいいかな、一回大室下げよう、いやでもこれはいいね、なかなか今西さんはじゃあ配線処理でも大丈夫、いやなかなかいいトレードが成立しちゃうんじゃないかな、久永と誰だっけ、ちょっと一気に3人対談したから、ヤクワとなんか割と昔からいる選手がいたね、ヤクワ、イタヤ、まあ、イタヤはね肩怪我してから復活できてなかったっていうのを考えると向こうに行って新天地を求めるっていうのはね、まあ、単純にファルコンズいるより強いからね、ライオンズの方がヤクワもそうだね、うん、で久永もやっぱりこのポジションを失ってたっていう部分があるから、やっぱりこれは向こうにキャッチャーが行くっていうのはいいんじゃないか、ただヤクルトって多分矢野もいるし古田もいるけどね、仕方ない、向こうから望んできたことだ、仕方ない仕方ない、オフィシャー行くか、じゃあ秋元さん行くか、秋元さん防御率いいね、グラディ下がってるね、そうだ DH があるから長松が行かせる、行ける、ああこれなかなかいいトレードでも成功したのが嬉しいよ、次フォークさん、次がどんどん成長していくな、次スタミナ B、 球速上げるか、球速でねじ伏せていこう、いや楽しくなってきたね、楽しいですねこういうのね、グラディセンター、センターグラディでもいいぐらいの能力値であるな、そうね、これで一回様子見てみるか、センターグラディ、いやグラディっていいね、言いやすいねグラディってね、スキップ、杉対今永より梅ちゃんの勝てる気がするな、今はいけ、おしいい、いいいいね、そして森谷早速セーブ、借金8なんて全然返せるよ、おし延長戦を制すと、いやちょっと森谷という結構頼れる抑えが来てくれたのでかい、ライオンズでやっぱりちょっとあれか、選手層が厚すぎて持て余してたか力を、いいね、うちでは存分に活かせるぜ、おーし勝ってるね、米村のりのり、米村いいね、ここでのりのりが来たってことは米村をさらに使えるよ、いやー楽しいですね、米村じゃ先発いこうか、そうね、じゃあ月間症状を一回下げるか、あと練習か、向山さんの守備が上がったから、向山さんいよいよこれいい選手になったね、いい選手になったね向山さんはね、本当にありがたいね、ありがたい限りですよ本当に、とりあえずこれでいくか、交流戦首位、まあ、結構勝ってるからな、さあこっからさらに本拠地臨みますから勝てますよ、うちはパパは頑張りますよ、今のは空の音水の色っていうあのエロアニメの鈴村健一が声優やってる主人公のセリフです、あー勝てない、抑えてるけどね結構米村にしては、大きい早熟よかろう、
交流戦5位、やっぱ一気に5位とかになるようなそんな接戦具合なんだな。いけ、よし、圧勝してるね。打ちも打ったり、おお、ノリノリ2人。安尾と、安尾じゃねえや、幸男か。また同じ間違いを、私は何度も同じ間違いをしてしまう。奥平、じゃあ奥平あげるか。ちょっと一回シダラさん下げようか。そうね、あ、そう、米原もいるの、そういや、そうだそうだ、忘れてた。まあとりあえずこれで一回で、あとは幸男か。幸男どうしようかね。幸男でも上げとこうか、一応。これでなんか大爆発でもしたらね、嬉しいからね。五十嵐が怖いな。どうだろう、黒岩を下げるべきか。そうね、桑山が今サードやってるから、黒岩一回下げるか。で、ノリノリを早速使おう。船山さんがいなくなるのはちょっと怖いんだけどね。まあでも、まあどうだろうか、船山さん、グラディ、グラディ打率3分高いんだよな、わかんねえな。でもグラ、どうしようかな、どっちも左に弱いとかないからな。じゃあ一回グラディ下げて、ちょっと谷口下がってきたから、そうね、ちょっとこれで一回行ってみるか。これで一回行ってみよう。多分雪を結構打ってくれると思うんだよね。さあ向山さん、グッズありがとう。2個作っときゃよかったな。いやー、楽しいから喋っちゃうね、いっぱいね。さあ梅ちゃん先生いけるか。先発がこういないね。梅ちゃん先生行ってもらうか。うん、そうだ、向こう小笠原いんだ、強いね。五十嵐補給 B、 補給 B までもやったらもうね、大したもんですよ。あとはもうミートとか上げてリードオフマン的なこともやってくれればね、もう言うことはなしといったところですな。そしたらじゃあ次行くか。どうしよう、船山さん一回下げて清宮上げるか。いけ、あ、抑えれないね。開幕戦みたいなピッチングしてくれればね、いいんだけど。潮田か、米村いくか。これでいこう。よし、完封、完封か。お、米村覚醒きた。完封処理で覚醒した、嬉しい。どうなった、おお、すげえな、これはすごいね、一気に来たね、これはすごいね。今までなんとなく頼りにならなくて、うわー困ったなとか言ってた米村がここでついに覚醒したか。いや、これはでかい、こいつはすごい、10年目の覚醒、これだいぶ追い風になってるよね、うちに対して。一回次下がるかい。安原いこうか。安、いけ、安。いや、でも覚醒ってやっぱすごいね。急に先発の頼りになるやつがまた一人増えた。だいぶ追い風になってるよ、うち。秋元さん。いや、やってんだけどね。頑張ってんだけどね。村西行こうか。後ろだ、ガンガン投げるって言うんだよな。いいよ、そんな頑張らなくてって言ってんだけど。グラディ行くか。グラディ5番。逆にあれだね、雪男が全く打ってないね。どうした雪男。おし。雪男覚醒しねえかな。白木2日打撲。ファーストの白木がいなくなるのは辛いね。ちょっとなかなか厳しいね、戦いとしては。まあ潮田に行ってもらうしかないね。ファースト、そうか、船山がいるんだ、そういや。
そうだそうだ、船山がいるんだ。ってことはむちゃくちゃだな、むちゃくちゃだなこれ。ちょっとむちゃくちゃすぎるな守備位置が。グラディ3番でいっか。そうだね、まあ、調子考えてこうか。妥当かこれが。にしても大柳さんが3割打ってるよ。これは頼れるリードオフマンですな。なるほど、点が取れないのはどうしたもんかね。さあ、交流戦が次がマリーンズ3連戦ウルブスか。おお、ウルブス叩きのめすぐらいのつもりでいきたいね。ノリに乗ってるからね今ね。うち向こう山ねえか、なんもねえな。じゃあ大柳買うか。いやノリには乗ってるよ、うち今ノリには乗ってんだ。よし、いけるいける、だいぶ勝てる気がする。白木打撲から回復。そろそろ月間 MVP なんかね、一人ぐらい出てもいいと思うんだけど、なかなか出ないもんですな。さあ、本拠地ですよ。稲岡。いや、今の米村なら抑えれる気がするんだよな。五十嵐絶好調。でも正直な、船山さんを下げるとかいうのがちょっと厳しいんだよな。打撃を考えると。五十嵐かけ、一回行ってみるか。意外といい働きするかもしれない。いけ。おーし、いや、米村これいいね。これ米村来たのなかなかでかいよね。米村の覚醒。いや、この、ここはだいぶ来るぜ。米村まだスタミナ全然削れねえぜ。どうしたんだぜ。米村どうしたんだぜ、お前。調子いいぜ。五十嵐も好調だな。あー、でも外野がね、こう、うまいことこう。船山さんもちょっと一回下げる。グラディ行こう。お前だ、グラディ。ボッコボコだね。終盤ボッコボコされてるね、これね。しかし、向山さんがもう20号、交流戦で。これ40本、50本のペースでいくんじゃない ?200 本おめでとう。40、50本ペースだよ、これ。すごいな。ちょっと4年ぐらい行こうか、もう一回。投げまくろう。調子に乗っちゃいけないんだね。でも抑えてはいるからね。大室万世知ってたさ。ここでじゃあピッチャーをちょっと中継ぎ陣変えてみるか。久保田さん下げるか。竹内とか行ってもいいか。ああでも鎌田でもいい。鎌田行くか。今西はちょっとまあこれでいいとして、森谷がもうちょっと抑えてくれればね。抑えてやるか。いや、米村さんがでかいね。もう投げさせまくりたいね、ノリノリのうちに。日程表飛ばしましょうか。バファローズ、ホークス、飛ばすかい、一気に。阪神3連戦まで飛ばそう。いやー、ウルブスに勝てない。よし。やばい、池谷がスランプになった。勝ってるな。いやー阪神ここ 3連戦大丈夫。よしよし、いやー2勝できたのはでかい。だって6位全然見えるもんね。いやこれいいね。ヤスがちょっと抑えてないな。じゃあ杉上がるか。あとは、まあ、今西はまあ仕方ないか。野手は誰がどうだい。白木さん3割。いや全然もう谷口優也もね、優也も全然自由契約からにしては早がってるからね。向山さんどうしたんだろうねこれ。向山さん信じられないペースで打ってるね。あっ、雪をそろそろお前そろそろいけるだよ。雪をそろそろお前覚醒しろ。雪をお前は何を甘んじているんだよ君は。船山さん一回下げてもいいかな。一回船山さん下げてもいいのかな。そう思っちゃうな。一回下げちゃうか。萩原上げるか。
ちょっとタイプ違うんだけど、一回下げちゃって、あ、タイプ違うとちょっときついかな。まあ、グラディいるからな。グラディへ対する絶大なる信頼感があるから、やっぱり。じゃグラディにかけよう。まあ、清宮もいるしね。よし、じゃあ今回はこれで終わるか。それでは、どうにかね、まだまだ全然、5位も狙えますから。でも全然まだ3位圏内いけますからね。頑張れば。それではまた次回、さよなら。